皆さんこんにちは。このコーナーは広報うるまからうるま市のイベントや暮らしの情報などをお届けするラジオ広報うるま市役所ダイアリーです。本日の担当は松本すが子です。町の話題より、9月15日新100歳の長寿を祝う。うるま市では本年度中に42名、男性5名、女性37名の方が新100歳を迎えられます。多年にわたり社会に貢献してきた方へ長寿を祝うため、9月15日に島吹市長が慶祝訪問を行いました。活蓮津犬源古清照さん、毎日新聞を隅から隅まで読み、展望台近くを散歩している元気な清照おじいちゃん。津犬区老人クラブの会長を約20年、活蓮町時代には選挙管理委員を12年務めました。お魚が好物で特にお刺身が好き。毎日の食事には葉野菜と豆腐は欠かせません。続いて与那城上原、あがりえとよさん。おしゃべりが大好きで、ひ孫たちの運動会を毎年楽しみにしているとよおばあちゃん。カジマや97歳を迎えた時にはお二人のお姉さんもご健在で、3名で300歳としてメディアにも大きく取り上げられました。好きな食べ物は魚と野菜、コーヒーも大好きで毎日飲んでいます。町の話題より、8月16日24日新報児童オリンピック優勝、バレーボール女子川崎クラブ、サッカーフェルサ FC、 第38回新報児童オリンピックにおいてバレーボール女子で川崎賞川崎クラブが、サッカーで石川フェルサ FC が見事優勝を果たし、それぞれ市長へ喜びの報告を行いました。川崎クラブの中山彩音さんは、みんなのチームワークで優勝できて嬉しかったと笑顔で報告し、フェルサ FC の玉木志雄くんは、九州大会でも良い結果が残せるようしっかり練習したいと力強く意気込みを述べました。町の話題より、8月28日うるま市長杯初優勝、南原ドラゴンズ。8月に開催された第13回うるま市長杯学童軟式野球大会において初優勝した南原ドラゴンズの選手たちが市役所を訪れ喜びの報告を行いました。主将の田場大和くんは、強いチームが勝つのではなく勝ちたいと思うチームが勝つということを学びましたと大会の感想を述べました。町の話題より、9月12日国際交流の架け橋に、ブラジルから研修生、市海外移住者指定研修生受け入れ事業において、本市麻布川にルーツを持つブラジル日系4世天眼ジエゴ誠司さんが3ヶ月間研修を行います。ジエゴさんは日本語を学ぶほか、エイサーや三線など沖縄の伝統文化も学ぶ予定です。島吹市長は、沖縄の文化を学び友人を作り研修を楽しんでくださいと激励しました。町の話題より、9月11日華麗な演奏で栄冠、
リハランナさんピアノで全国金賞。8月に東京都にて開催された日本最大規模のピアノコンクール第42回ピティナピアノコンペディションにおいて、開放高校2年石川在住リハランナさんが高校生以下の部門 F 級で金賞を受賞し、島袋市長へ喜びの報告を行いました。リハさんは様々なジャンルが弾きこなせるピアニストになりたいと今後の夢を力強く述べていました。町の話題より、9月7日市消防団見事なポンプ奏法で栄冠、中部地区消防団奏法大会で優勝。消防団員の技術や士気の向上を目的に開催される第44回沖縄県消防協会中部地区市会消防団奏法大会が行われ、うるま市消防団は小型ポンプ奏法女子が優勝を果たし、応用奏法男女混合でも準優勝と、他種目においても優秀な成績を収めました。以上、ラジオ広報うるま市役所代理をお届けしました。この後も引き続きゆいまーるラジオ FM うるまの放送をお楽しみください。歴史文化を忍びつつ